2人でサブ推したんですけど、その中の話をね、していきたいと思います。無謀です。めちゃくちゃ無謀ですけど、その動きが大事だったんかなっていうのは、これを両方兼ね備えないとサブ推ができません。間違いなく。最近年柄なのか、農業にめちゃくちゃ興味出てきました。アルカサブスタクロです。今日ですね、サブ3行くまでに、どんな練習とかどんな大会でできたかっていうね、お話をしたいなと思います。まあ、僕は、2013年の、秋大阪マラソンからスタート。初めて走ったフルマラソンです。でそこから2015年の、まあ、シーズン、2回目のシーズンで、サブ3したということですね。で、15年の2月に姫路城マラソンでサブ3しました。まあ、そこで、まあ、言えば2013年の大阪マラソンからサブスリーした期間、約1年4ヶ月かぐらいでサブスリーしたんですけど、まあ、その中のお話をねしていきたいなと思います。よろしくお願いします。サブスリーできたおかげは、やっぱり足を作ったことですね。長距離を走れる足作りをした、ここが一番大事です。でやっぱり学生さんとかでもスピードの練習をしている学生さんとかでも、今フルマラソンってめちゃくちゃ弱いことができるんですよ。なんでか、フルマラソンを走るの足が作れてないということなんですね。で、だからやっぱり1回フルマラソン走った時に後半歩いたんですが、走れなくて、だから足作りが大事なんでめっちゃ分かるんですね。なのでフルマラソン前は2ヶ月前とか3ヶ月前はやっぱり長距離でいましたね。やっぱり距離走を入れて走り込んだんですけど、まあその2013年大阪マラソンが終わった後に2014年は長距離の大会とか出ましたね。もう無謀です。めちゃくちゃ無謀ですけど、京丹後の100キロウルトラマラソンとかも2014年の夏で出るんですよ。まあ12時間半とかで死にかけましたけど、まあ、めちゃくちゃ強烈しんどかったですけど、まあ、そんな感じで、100キロ出て、その長距離に対しての足作りをした結果ですね、2015年サブスリー行けたかなっていうところで、やっぱりその動きが大事だったのかなっていうのはあります。でその14年は大会結構出たっていうのは、その100キロマラソンと大阪マラソンで、ホノルルマラソン3回出ましたね。あとはなんかハーフも出たから、遊びでハーフも出たりとかしましたけど、その走ることに対しての慣れ、フルマラソンに対しての慣れをやっぱりつけることで、フルマラソンに対して自信をつけることにつながるんですよ。みんなそのドキドキするでしょ、フルマラソン走ろうと思ったら。だから僕はもう全然その前日もしっかり寝れますし、なんか練習みたいなもんなんですよ。毎回練習みたいなもんで走ろうと思って走ったら PB 出るんですよ。だからもういつも結局必死になってるんですけど、だからやっぱりそのサブスリー行きたいっていう人はやっぱり足作りで、スピードを出す練習やったんかって言ったら、僕は河川敷走ったんですよ。河川敷をね、いつも走って。山、まあ、登って、下って、一周5キロなんですけど、下るときはスピード感持って走ること、1キロ4分切る走りをしてて、登るときは、4分15以内で走ることを練習してました。それで10キロとか、2周して10キロとか。まあ、そんな走り出したんですね。だから、上りはパワーをつけて、下りはスピード感を持って走る、っていうことをやってたんですよ。だから、結構、いい形でね、練習詰めたかなと思ってます。パワーの足作り、スピードを出す練習、これを両方兼ね備えないとサブスリーはできません。間違いなく。なので
っかり嫌な登りを練習してもらえたらいいかなと思います。そんなもんかな。僕は結構もうみんな嫌がることやってきたんで早めにここまで来れてますけど、やっぱ普通の平坦の道やったら絶対あんまり意味ないんですよね。常にアップダウン走ること、それがアヤクサブ3に繋がる動きだと思います。ですかね、そんなもんやね。ということで、サブ3までのね練習の中に、まあ、ほんとね、あとその時僕全然ねナイキアプリつけてたけど実際全然走ってない。12、13キロまでの練習ばっかりでしたね。要はだからサブ3できたなって大体でやってたからね。でもそのスピード感を持って練習することだけでもやっぱり強くなれるし、質の高めれる練習、高めてる練習になるんで、要するに今目指してる皆さんは坂と下り、本当に緩やかな坂、緩やかな下りですよ。それでも練習してもらうことで足作りができると思います。まあそんな感じです。大会4、3、4本で出ながらね、やっぱり5本目で多分サブスリーしてるから大会だね。それも結構大事かな。今のお話の中でね、よかったらこの方チャンネル登録とコメントよろしくお願いします。ピース。